大丈夫ミラクルイッチの動画だよ。はい、始まりました。今日もですね、ファンリミのガチャ、見せていきたいと思います。なんか変な画面最初映ってたって。あれは前回までのあらすじや。はい、というわけでね、今日やっていきたいと思います。はい、今日ね、なんでやろうと思ったかっていうとね、励まされたんですよ。はい、人間ってやっぱ励まされるとね、意外と頑張れてしまうものなんですよ。はい、じゃあやはりね、その期待には応えないといけないということで、もうやってやりましたよ。やってやるぜですね。はい、今日なんか BGM ねえよって。ねえよ。そうや。ねえよ。これね、いくらそのね、応援された方だと言って、はい。精神的に大丈夫だったかっていうと大丈夫じゃないんで、完全に漏れてました。はい。音無音取りしてもうた。やってもうたな。まあそこは、ワイのトークで勘弁やで。全然おもんないやろうけど、はい。というわけでね、ガチャ引いていこうと思います。はい。剣よ、ワイに力を。闇よりもなお暗き者、夜よりもなお深き者、混沌の海にたる大し、金色なりし闇の王、我ここに何時に願う、我ここに何時に誓う。我が前に立ちふさがりし、すべての愚かなガチャン、我と何時が力持て、等しく当たりを与えんこと、ガチャスレイブ。はい、ということでね、急にね、謎の詠唱をしてしまいましたけれども、こんだけね、言うたらいけるやろっていう気持ちでね、ガチャガチャに挑んでたんで。で、今回ね、スキップしなかったんですよ。まあ、理由はっていうとね、スキップしたら当たらんのちゃうかっていうね、思ってしまったんでね。そう。全部見たら当たると思ったんですよ。全部ね、見れば。まあ、実際、これで当たるんかなって思って待ってたんですが、はい。当たりませんでした。マジで言ってんのこのゲームって思いましたね。ゲームちゃうやろ、もう。パチンコかって思う。いや、まあパチンコなんですけど、確率で言ったら。はい。ね、このね、転結線香とか、何も当たりじゃないから。ごめん、何も当たりじゃないから。いや、ほんまにな、これは当たりじゃないでしょうって正直思いますよね。あかん。花粉今年やばない、これ。ガチャ中にもう全然関係ないんだけど、はい。はい、うん、そういうことですよ、はい。ちょっとほんま、喋られへん。はい。で、なんで今回ね、こんなに入れてるかっていうと、まあ、リナインバースが好きやっていうのはあります。当然あります。じゃないとそもそもここまで引きません。くるみ引いてたやんって。まあ、あの時はまだね、予算に余裕があった。余裕はないけど、余裕があったんで引きましたけど、今回はね、完全に予算がない状態でのスタートだったんですよね。で、これでリナインバースかっていうね。僕一般市民なんで、ほんま。これ、えぐいなっていう感じでしたけど、まあ、リナインバースは好きなんでね。やっぱ呪文は詠唱してなんぼやろっていうね。最近ね、やっぱナローとかが流行ってきたせいで、ね、呪文詠唱なしでみたいなの流行ってますけど、やっぱ詠唱いるやろ。詠唱があればかっけえんだよ。はい。このスバーとかね。やってましたけど、詠唱。ああいうことですよ。やっぱ呪文は詠唱して
詠唱こそ最強みたいなところあるんでね、その詠唱するのに時間を稼ぐとかそういうならないんかな、あるんかもしれんけどはい、という感じです。いや、という感じでレッスンじゃないわ、間違えた。はい、でリナインバースね、やっぱりね、あれ周回で一番使いやすいですわ。やっぱフレンドリナーで自分のリナーで、あと一人誰かっていう風に編成した時に、そのリナとリナの第二スキルですかね、アクティブスキルのね、であれを打つだけで第二ウェーブスキップできること多いんですよね、結局。で第1階層もドラグスレイブできるし、第3階層もドラグスレイブできると。でするとね、やっぱ一人余ってくるんですよ、必殺技が。だからこれをすることによって単体のやつも狩れる。まあ相手が複数追ってリナのドラグスレイブだけで落ちへんのであれば、もう一体誰かの必殺技ぶち込むで正直いいんやけど、やっぱ3ターン周回っていうのを手動でやるっていう風になると、やっぱ楽なんですよね。もう何も考えないんで、スキルでチャージして必殺技を打つだけ、これができるのはやっぱリナーでしょうねっていう風に感じます。実は最初の方はあのサンタトーカとかああいうのも使ってたんですけどね、まあ、ローテーションスキルするだけではあるんですが、そのローテーションスキルを回すのさえ、はあ、もう今日は疲れたっていう感じで仕事からね帰ってきてなってると、なかなかね、いやできるんですよ、できるんですがちょっと面倒になる。おお、はい、そうですね、天童カレンではない天童カレンではないんですよ。はい、この夏美がね実装されたことによって天童カレン確定ではないんですよ。はい、もう必殺ゴーやから他の出てもらってええんやでっていう感じですよね。はい、ちょっとねこの黄色ゼリーがねたくさん溜まっていってます。はい、あれでなーゴールド交換できたらなー、ゴールド交換してくるみのレベルを上限を上げるんじゃが、まあしゃあないか。じゃあゆっくりやっちは100に上げていきましょう。はい、ミソラーですね、ミソラー、ミソラかーって感じですよね。うん、必殺号ね、星4誰が強いんかなって思っ、あ、そうやわ、よう考えたソウスケも出たから星4揃ったな。今度星4動画上げろか、全員の必殺ジャワースキル。まあ、ただ全然上げてないんでね、誰が強いかは正直わかんないです。フレンドの、まあ、タケルとかを借りて思ったのはタケル強かったなっていう、まあその SP 増加があるからね、はい、っていうぐらいですよね。正直4で強いのは誰や、ブラッドベリーか。まあ、チェリーもサンタトーカの介護官みたいなスキルあるんですけれども、ローテーションスキルで、うん、まあうんって感じですよねでブラッドベリーもね惜しかったんですけど、あいつね、例えばリナインバースと違うところがあって、あいつの、なんやって言ってたらわけわからんな。あいつの第2スキルも実は全体攻撃スキルなんですよね。第2スキルか忘れたけど。で、そのアクティブスキル使って、リナインバースであれば、例えば赤宝石レゾを装備していれば、SP 増加スキルを使わんでもね。どうかじゃと。あやつやりおったわっていう気分でしたね。はい。わかるかな、コードギアスですよ。マジかって感じですよね、ほんま。運営やりおったわってね。リナーや言うてるやろっていうね。
で、意気消沈して弾いたらこれです。やっぱり傷つくことは怖くない、だけど決して強くない、闇よあれ、いつも出るな君って感じですよねそう、だけど決して強くないの続きにはあるんでね、あれ、あの歌には、はい、力の出る歌詞でありますんでね、はい。走り続けるんですよ。誰にも止められはしない、未来の自分へと see, ほら、あの受けたい、はい、覚えてないです、うる覚えというわけで、ではまた、バイバイ。